ようこそいらせられました伊勢屋様。この義郎の主、大賀屋しぐれと申します。伊勢屋様におかれましては、我が店の千早をお目に留めていただき頂上、どうぞ今宵はごゆるりとお楽しみを。こちらこそよろしく、世話になります。お聞く。何ですか親方。今の伊勢屋様の紹介、千早のそばについて見届けておいてくれ。それはもう最近のご新規様の中じゃとびきりの乗客になってくれそうですもんね。何としても千早を気に入らせて裏を返していただきますとも。さあさあ、今夜もみんなにキリキリ働いてもらいますよ。針の吉原といってもさ、このご時世昔とはずいぶん違っちまったね。最近じゃほら、扇屋のお食の弓月でさえ初回なじみなんてことをし始めたらしいじゃないか。男にとっちゃ気軽で手っ取り早いだろうが、それを要求する客も客なら許す店も店だと私は思うね。あったその日に枕を交わすなんざ、羅生門菓子の坪根女郎じゃある前に初回を終えて裏を返して、それからやっと馴染みになれる。それだけの手間と金をかけた女だからこそ、男側の情も深まって結局は長く続くというもんさねえ千早。どうしたんだいぼんやりして。これから初回の客に会うんだから気合をお入れよって話をしようとしてたのさ。さあ、いいね。ちはやおいらんのおなり。ちはやおいらん、こちらが伊勢屋様にございます。伊勢屋様は海鮮問屋でありながら荷主問屋も兼ねていらっしゃるのですよ。この若さで日本橋小舟町に実験間口のお棚を構えるご立派な旦那様でございます。花魁とは末長いお付き合いになられるよう我々も心より願っております。はじめまして、伊勢屋です。お目にかかれてとても嬉しい。天上の花と呼ばれるにふさわしい評判以上の美しさですね。それではお定まりの杯を。おいらん、そろそろ。さあ、次はお月様のところだよ。あ、ちはやちゃん、今夜も来たよ。そんなことないよ、大丈夫だよ。ちはやちゃんに会いたくてずっと待ってたんだ。ねえねえ、ほらこっちに来てよ。あれ、ちはやちゃんどうしたの？足がなんだ、そうだったんだ。京成の花魁でも足がしびれることなんてあるんだね。あのね、今日は昨日ごちそうし損ねた団子を買ってきたんだ。みんなで一緒に食べようよ。ね。お月様、ありがとうございます。とってもおいしゅうござんすよ。千早姉さんはお上がりになりんせんか？あれ、珍しいね。いつもは飲みすぎでありんすよってたしなめられちゃうのにな。ちはやちゃん、なんだか千早ちゃんを膝枕したい気分なんだよね。ここでおとなしくしといでよ。かわいい子猫みたいにさ。千早ちゃん、千早ちゃん、大丈夫か？千早ちゃん、まったく倒れるほど具合が悪いならどうしてちゃんと言わないんだい。